美術も体育もやり方を教えてくれないからね。聞き方悪いんじゃね？聞き方悪いんだろ。何やそれコツは何ですかとか、聞き方が悪いから答えようがねえんじゃねえ。コツはねえっていい加減な答えしか返ってこない。気づくのが遅かったな。質問の仕方でそんな人生が変わるなんて思ってもいなかったかもしれないが、変わってしまうんだよな。積み重ねがでかくなっていって、指示ないと動けないの若者っぽいな。指示されても動けないおっさんよりマシだけど、質問する前にググって解決しちゃって質問は特にはそれでいいんだよ。調べても分かんなかったら聞いたらいいじゃん。チャット GPT 使えないなと思ったら、他の人と比べたら俺の質問の仕方がダメだった。使えないのはどうやら私でした。いいじゃないか、自覚できただけ。こっからや。お前まだ伸びしろしかないぞ。大丈夫大丈夫、気づいたところが偉い。気づいてないやつもいっぱいいるからよ。お前はそっからや。やったじゃねえか。